ちゃったんだ。一番こっちまで来たもんだって前もでも来たもんね、ここだからこう行って、左斜め行って下ってってそのまま左斜め嫌だ、疲れた。肩車は？いや、何がいい？体力 30%。
あ、入れません。あ、入ることはできるんですけど、有料になってしまいます。ああ、わかりました。外からの写真は全然撮っていただいて、はい、ありがとうございます。
みなんですか。トトロになりたいんです。トトロあそこに来てねえやろ。トトロはトトロ壁みたいになってるかな。森はないんですかって聞けばいいから。森の中やったらちょっと交渉できるかもしれない。アヒルと一緒に住みたい。あの池みたいな。
向かって行もう絶対ダメやろ。
分が休憩、水分をお取りいただき、熱中症にご注意ください。なお、ご気分が悪くなられたお客様がお近くの係員までお知らせください。感染症予防対策として、お客様におかれましてもマスクの着用、乗車前の手指の消毒、ご協力お願いいたしております。車内での会話もお控えいただき、車窓からの汽車の旅をお楽しみください。なお、走行中窓から顔や手を出したり寝たりすることは大変危険です。おやめくださいますよう、事故防止安全確保のためご協力をお願いいたします。あと2分ほどで発車となります。名古屋駅停車中の SL は13時25分、1時25分発明治村東京行き、あと2分ほどで発車いたします。こちらで消毒していただければ、中はご見学していただいても構いませんよ。はい、あ、お金とか、ただ見学だけでも構いませんので、はい、はい、消毒だけしていただければ乗ることはできませんのでね。はい、ありがとうございます。発車1分前となりました。13時25分発明治村東京行き、発車1分前となりました。すみません、大丈夫。
上のどっちだ。はい、いくらですか。こちらちょっと見ていただけますか。はいはい、あ、500円。はい、SL のご乗車になれると800円。あ、大丈夫。はい、もう帰るだけ。電車だけでよろしいですかね。はい、500円です。はい、ありがとうございます。はい、で、これがね、チケットになります。はい、どうぞ、ありがとうございます。ありがとうございます。
こっち後ろになります。はい。よろしいですかね。運転者が出てます1時55分になります。
長川東大行きでーす。はい、電車まもなく発車になります。宇田川東大行きです。天よーし、どこもよーし。はい、では皆さんお待たせいたしました、発車のお時間でございます。はい、前方安全確認、よーし。はい、電車動きます。はい、お待ちどおさまでした。それでは先ほど北川東大まで参ります。はい、電車のご案内始めたいと思います。北川東大の左側の窓をご覧いただきたいと思います。いたしますと、西洋にあるこちらのような2階建ての建物をご覧ください。これの各地で、東京都の都市、塩金にありました北川東大研究所、今回の都市といいます。本当、最近のこの選挙であり、橋岡君に、先ほど発見に止められて、北川東大の研究所です。ガラスを使用した特徴ある車両の車両です。なお、この研究所に作られた北川東大の資料を渡し、4年後、日本の都市資源です。新しいデザインにまた変わります。本当の新しい千円札には、この研究所に作られた北川東大の仕事物の博士の肖像画が採用されました。どんなお顔を求めているのか、また、ぜひ、この研究所の方で、上記で、ご覧ください。皆さんもですね、ご覧ください。また思います。1万円札、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 現在の出題質問やね、この池、かつては村村という古くからの集落となりました。今から、遡ること387年前、寛永10年、地元尾張藩にあって作られました人工の農業用ため池、いわば色づらいに作ったダムでございます。かつてこの場所、古い集落だったんですけどね、その集落で水をせき止めてこのような大きな池を作りました。日本では、四国香川県にあります万能池について、人口のため池では2番目の広さになるそうです。面積的には長野県の諏訪湖と同じく、この池をずっと一周いたしますと約16キロの一番深いところ、満水池は約10メートルの高さ、それもし奈良の大仏さんがね、水がついて池に飛び込むと頭まですっかり埋まってしまう高さなんですけど、今日はちょっとね、だいぶ水が減りました。ブラックバスが釣れます。冬になりますとね、ワカサギが釣れる池と同じになってきます。ワカサギはもともとこの池に生息しているわけではございませんね。なおの県の方や県の方は地方から地方を飛び降りて、ボートに乗ってこの釣りを楽しむことができます。はい、まもなく終点品川東大、安全確認のため一旦止まります。お待ちください。完成しです。出発安全よーし。はい、電車動きます。お気をつけください。
はい、お待たせいたしました。それでは終点品川灯台到着。お出口は右側です。はい、後ろ、近くの出口から降りてください。電車降りて右下階段降りますと、品川灯台、津波には津島灯台、届く感謝、品川灯台の白石でございます。はい、ご乗車お疲れ様でした。ありがとうございました。気をつけて。ありがとうございました。ありがとうございました。またお待ちしております。楽しいね。今日ね、写真撮りました。ありがとうございます。Thank you.